徳島バスエディゴ大阪梅田付近にて大阪徳島線は大阪市、神戸市となる都市、松手芸町、徳島市、石井町を結ぶ中高高速バスである。ここ数年で開業した高速バス路線ではドル箱路線の一つである。全便座席指定制のため乗車には予約が必要。なお大阪徳島間路線の高速バスの輸送人員は 初年度の1998年度が75.8万人年だったところ、近年は90万人を超過し、2007年度は97.5万人年に至っており、増加傾向にあると指摘することができる。運行会社によってそれぞれ相性がある。半急バス以外はバスそのものの相性も兼ねている。南海バスが高松線から撤退する2017年4月1日以降は、 空港連絡バスを除けば同社が自社で運行する、唯一の中高高速バス路線となる。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、南波高速バスターミナル・阪急三番街、高速バスターミナル・ハービス・大阪、高速舞子・ナルト公園口、下り便公社のみ、から高速・ナルト・松茂工業団地、徳島駅前かもめい競合他社線を含む、統計である。 国土交通省近畿運輸局、赤市海峡大橋を経由する、路線バスの輸送状況、ハット AB 鈴木文彦、鉄道ジャーナル第30巻第08号、鉄道ジャーナル社、1996年8月、134ページ。G20 規制で高速バス、神戸に、シフト、前例内。神戸新聞ネクスト、2019年6月23日、閲覧。 ありがとうございます。